あなたが最近嬉しいなって思ったことは何ですか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組は、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子、七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処ヤクモ庵、琉球食経、トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM ギノワン、神奈川県 FM ヤマトの2局ネットでお送りをしております。嬉しかったことってたくさんあると思うんですよね。嬉しかったことより悲しかったことの方が多いと、うん、大丈夫か、一緒に考えようかって言いたくなっちゃうんですけれども、最近小室ゆりの嬉しかったことっていうのは、あ、ちなみにですね、今日神戸の滞在先のホテルから収録をしておりますので、ちょっとね、音のお届け具合が今までとは違うかなと思うんで、ご了承いただきたいと思います。その神戸で2月の22日、私がパーソナリティを務めておりますキス FM 神戸、他局さんですけどね、 BNI 神戸東プレゼンツエキスパートボイス、こちらの神戸東リージョンさんでリージョンのアワード表彰式ですね、ありまして、このエキスパートボイスのナビゲーターとして参加させていただいたんですよ。わざわざ東京からリージョンアワードって、その地域性がかなり強いので、その地域以外の方ってほとんど参加しないんですよね、まあ、地域で活動しているメンバーさんの表彰式なのでね。そこに東京から行ったことで、たくさんのメンバーさんに、あ、来てくれてありがとうって言っていただけて、お名刺交換もしていただいたし、情報交換もさせていただいたし、貴重なご縁と出会いをいただいて、こういうのって私にとってはものすごく嬉しいことなんですよね。人の出会いって一期一会じゃないですか。その瞬間そこに行かなかったら、出会えなかった人ってたくさんいるわけでしょ。そこに行かせてくださったことも感謝だし、話しかけてくださったことも感謝だし、もう感謝しかないですよね。ということで、この出会いを大切に、これからも自分のビジネス、そして私と出会ってくださった方のビジネス、プライベートへの貢献につなげていきたいなと思った次第でございます。はい。ということで、今週のコーナー紹介参りますよ。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。今週はプレジデントオンラインからこんなニュースです。子供の前で夫婦喧嘩をしても問題ないという小児科医が、これだけは絶対に禁止と力説する NG 話題。気になりません？気になりますよね。え？子供の前で夫婦喧嘩していいの？これもびっくりですけどね。さあ、どんなニュースなのか、この後楽しみにしておいてください。毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは、子宝鍼灸師市毛真也先生です。今月はこれまでお届けした収録の中から、とっても大切なお話を再放送でお届けいたします。さらに DMM オンラインサロン、その他サブスクリプションが好評中です。サブスクリプション言えた。占い癒し処ヤクモ庵オーナー萩原ヤクモ先生の週末の占いサプリ。3月ですからね。明かりをつけましょう。お雛様がテーマです。もうお雛様っていう年齢じゃない。あ、私のことだけじゃないですよね。はい。
番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、そっと送っておいてくださいね。メールアドレスは info@friendvillage-sui.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -sui.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾湾のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。なお、発送は商品到着をもってお知らせとさせていただきます。たくさんの応援メッセージお待ちしております。私、小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、今週はプレジデントオンライン、こんなニュースがありましたのでお届けしたいと思います。子供の前で夫婦喧嘩をしても問題ないという小児科医が、これだけは絶対に禁止と力説する NG 話題。これは小児科医の成田直子さんがおっしゃっているお話なんだそうです。両親が喧嘩をしてもそばで見ている子供にとっては、そうか、こう反論できるなと学ぶ機会にないため、隠れて争う必要はない。ただし、子供のいる前では争わないようにした方がいいこともあるというんだそうです。どんなことか。まずですね、男の子と女の子の脳育てに違いはありますかと聞かれることがあるそうなんです。まあ私この辺の専門なのでね、よくよくわかる話なんですけれども、男女の脳には違いがあるという話は90年代頃から盛んに行われていました。男性の女性のってやつですね。ただ最近はさほど人格には影響がないことが分かっています。これね、脳の違い、ブレインハラスメント、ブレハラという言葉も出てきてるんですよね。唯一挙げられるのは脳梁という脳の左右の半球をつなぐ神経細胞の束が女性の方が太いこと、ここから女性の方が右脳と左脳の情報交換が多いためマルチタスクが得意な傾向がある、男性は一つのことに集中しやすい傾向があると示唆されることもあると。まあ、違いはないとはいえ、なんとなくそうだよねって納得するところもありますよね。まあ、とはいえ、脳育ては性差ではなく個人差にフォーカスするのが妥当と言える。乳児期に一つだけ言えるとしたら、男の子は特にフルセンテンスに力を入れるのがおすすめだと成田先生はおっしゃっています。男の子の方が一般的に言葉の覚えが遅めだと言われているからなんだそうですね。赤ちゃんの目を見つめてしっかり口を大きく開け閉めして話しかけることで言語を司る脳の育ちを促すことができるんだそうです。さて、いよいよここからが本題です。子供の前での夫婦喧嘩は OK だが、成田先生は夫婦喧嘩をしてはならないとは言ってないんですね。喧嘩をしている時って人間の前頭葉をめっちゃめちゃ活性化してるから、お互い相手を論破しようと思考力が働くんだそうです。なので両親が喧嘩をしていても、それをそばで見ている子供にとっては反論の学びになるんだそうです。ここまでは OK、 ただし例外もある。ここからですよね。夫婦喧嘩のテーマが子供のことであった場合は、それは子供にとってマイナスの影響が大きい。夫婦間での子育ての方向性の違いとかね、ありますよね。育て方、塾通わせる通わせないとか、私立公立どっち、やっぱり自分のことで誰かが争ってるって気持ち的に苦しくなりますよね。しかもその自分が間に入ることでさらに火に油を注いでしまうっていうこともよくあるじゃないですか。
自分のことなのに自分何もできないみたいな。それは子供だってわかりますよね。その他のことなら隠れて争う喧嘩する必要はなくて、さらに言えば隠れて喧嘩すること自体が子供に影響を及ぼします。悪影響を及ぼすんだそうです。一番良くないのが子供の前だけで仲良し夫婦のふりをすること。うわめっちゃわかる、これめっちゃわかる。実は夫婦仲も冷え切っているのに子供のためだからと円満を装うこと、これはお子さんは動物的な勘で不穏な空気を感じ取るんだそうです。いや自分たちの子供の頃思い返してみたって、なんか喧嘩してるなとかなんか変だなってやっぱり気づいてた、気づいてましたよね。私も気づいてました。そう思えば自分の子供だからといって夫婦円満のふりをしていることがバレないわけがないんですよ。それは子供に強い不安と不信感を抱かせることになる。そんなストレスを与えるぐらいならお父さんとお母さんは意見が合わないんだとはっきりときちんと伝えた方がいいでしょう。もちろんねお子さん傷つくことになりますが、それも社会の一つの学びですと。家庭という社会の中で合わない人間関係は発生するものだ。合わない人間関係をどうつなぎ合わせていくのかということも子どもは学びになると、この成田先生はおっしゃっておられました。これ子どもだけの話じゃなくて、私たち大人も同じですよね。陰でこそこそ言うことがよっぽど悪影響じゃないですか。それであれば相手に伝わる言葉を持って、私こう思うんだけどあなたどうですかって言った方が健全なコミュニケートできると思いません？ということをこのニュースから感じました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは東京で子宝恩給をしておられます、子宝鍼灸師市毛真也先生です。今月は今までオンエアした収録の中からとっても大切なお話を再放送いたします。それでは市毛先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ38回目の今日は、妊活を明るく捉える妊娠ジンクスとは。私は普段不妊に悩む方々に鍼灸治療をしていますが、その9割以上が女性です。当然ながらみんな真剣ですよね。で、以前環境を変えるといいですよというお話をしたことがあります。例えば
そうですね、ホテルに行くということもそうですよね。当然ながら、まあ、カウンセリングとかボディケアなんかっていうのも環境を変える、まあ、いつもと違う、日常をちょっと数時間ですけども送るということもとても大事ですよね。はい。で、今回 FIMO という妊活総合サポートサイトというところで面白い記事があったので一部取り上げたいと思います。で、ここに科学的根拠はないんだけどこんなことで妊娠しましたといういわゆる妊娠ジンクスという内容を、取り上げていたんですね。で、例えばですね、妊婦さんから妊娠菌を分けてもらう、妊娠しているママのお腹を触ると妊娠菌が移って妊娠したよっていうジンクスとかですね。だからそういうのでママのお腹触ってみなよって妊娠菌が移るかもしれないよなんて。で、二つ目は妊活中にピンク色のアイテムを使うと妊娠するというジンクス。うん、まあ腹巻きとか靴下とか。で、三つ目はご先祖様のお墓参りをするというジンクス。お墓の前で手を合わせてどうかお願いしますっていうね、あの子宝祈願とか子授け祈願とかっていうのも一緒だと思いますよね。で、四つ目はザクロと桃を食べてみる。これちょっと僕初めてだったんですけど、ザクロや桃は子宝の象徴とされる果物のようなんですね。で、これちょっと調べてみたんですけど、桃太郎ってあるじゃないですか。あれも子宝の象徴というそういう意味でのストーリーみたいなんですよね。桃太郎の原型って室町時代の頃のようなんですよ。で、その頃飢饉とか疫病などでたくさんの人が亡くなったりしたみたいなんです。それで、子宝に恵まれて悪い鬼、つまり悪い行いをやっつけようという意味のストーリーみたいなんですよ。で、ということは桃太郎を読むともしかしたら子宝に恵まれるなんてこともあるかもですよね。で、5つ目は子宝草という草が、草っていうか観葉植物なのかな、ちょっとわかんないんですけど、そういうのがあるようなのでそれを育ててみるとか、まあその他に赤ちゃんの絵を描いたら妊娠したとか、海とか山で赤ちゃん来いと叫んだら本当に来たとか、こういうようにこう根拠はないんだけど環境とか視点を変えるってとても大事なんだよねっていう。で、これなんで今回取り上がったかと言いますと、男性に知ってほしいんですよ。妊活中の女性っていうのは本当にとにかく必死です。周りを見る余裕なんてないくらい必死だったりもします。なので妊娠ジンクスを男性に知ってもらって妊娠菌を分けてもらおうねとか、子宝草を実は買ってきたんだ、育ててみるねとか、ザクロや桃を買ってくるとか、で、それにはこういう意味があるんだよとかね、ピンクアイテムをプレゼントするとか、山とか海に行って叫んでみるとか、一緒に行ってねっていうので、これまで話してきた内容をパートナーに試してほしいんですよ。女性っていうのね、頑張っている時って結構孤独なんですね。で、そこで男性がこういうジンクスを、やったりとか試したりすると、一緒に考えてるよっていう行動が実は女性が喜んで安心する一つでもあるということですよね。ね、小室さん、そうですよね。いきなりちょっと振ってみました。はい、それでは今日はここまで。もっと聞きたい、もっと知りたいということがありましたら、いつでもご質問やお気軽にご相談ください。連絡先はココア鍼灸、KOKOA 鍼灸で検索してみてください。メッセージ、お電話お待ちしてますね。それではバイバイ。 99% の人が楽になったと実感。ここにしかない極上の癒しをあなたへ。子宝鍼灸師市毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせは、インターネット検索ココア鍼灸、 KOKOA 鍼灸でお願いいたします。踊れ踊れ私
ループ、リリ、DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが大好評です。占い癒し処ヤクモワンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占っていきます。お雛様はどこにいる？ひな祭りがテーマです。それではセクシーに祝っちゃうぞ。お羊座。ひな祭りごっこしよ。お雛様は私ね。って何から始めるんだっけ？そうだ。とりあえずチューする？お牛座。ひしもちって色三つとも味違うのかな？お胸の上のデコルテにこぼしちゃった。味見する？双子座。小さい頃明かりをつけましょうの後ってなんて歌ってた？今夜は明るいままお祭りしちゃう？カニ座。ハマグリのお吸い物を作ってみたの。え？他のおかずですか？それは後でのお楽しみ。獅子座。十二人絵って重そうよね。ねえねえ、脱ぐとき大変だから手伝ってくれる？乙女座。桃って魔除けの意味なんだって。さっきから私のスカートの後ろ姿見てるんでしょう。そこはヒップよ、エッチ。天秤座。甘酒って酔わないっていうのにおかしいな。なんか世界が真っ白になっちゃいそう。サソリ座。桃の花が咲く今の時期、季節外れの雪が綺麗ね。雪見酒まで付き合ってくれますよね。いて座。ひな祭りの五人囃子は今ならジャズバンドみたいじゃない？私、なぜかあなたのサックスに興味があるわ。ヤギ座。着物の色にも意味があるらしいのよ。私の今日の下着の色は黒なんだけど、どんな意味か試してみる？水亀座。3月3日は耳の日でもあるのよ。耳元でいっぱい聞かせてあげるね。魚座。日本で一番大きいピラミッド型のひな飾りが埼玉にあるんだって。ちょっと遠いですって？なんなら本当にエジプトまで行っちゃう？占い癒し処ヤクモワンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆担当は、大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。いつもありがとうございます。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週もう早いですね。3月ですよ。このコーナーです。あなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラーの押谷幸三先生です。さて、
どんな強みの見つけ方お話しくださるんでしょうか。楽しみにしておきましょう。そしていよいよ今週です。3月1日金曜日朝6時から横浜西口倫理法人会にて私小室より講話させていただきます。テーマは元セクシー女優の使命。私小室より小室百合というこの名前を変えずに今まで活動してきたその理由、そしてこの名前を変えないことでどんなことを伝えていきたいのか、30分ギュッと凝縮バージョンでお話をさせていただきます。私小室百合に会いに来てください。詳細お申し込みお問い合わせはインターネット検索横浜西口倫理法人会にてお願いいたします。さてこのチャンネルはもう登録してくれているよね。 YouTube 内コムユリチャンネル、私小室百合が今までお見せしてこなかった日常の風景、そして日常の表情を Vlog 形式でお届けをしております。そろそろ空さんの動画が上がってくる頃かなと思いますので楽しみに待っていてください。検索は YouTube 内ひらがなでコムユリでお願いいたします。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ユリと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ八雲庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで矢のバラバーな演芸集団FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着帰りさんのコンビデコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。悲しむことはない、今の状況で何ができるかを考えてベストを尽くすことだ。フランスの哲学者ジャン・ポール・サルトルの名言です。あの人がいなくなったから、その瞬間はものすごく辛くて悲しいと思います。そんな中でも自分が何が今できるか、その前に進む一歩がいつか将来の誰かとつながるその一歩になるんだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この思い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた